ナマンダブツ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 ナマンしかれば大教には如来所依皇出汚染欲情群も永意真実知りとのたまえり、この門の心は如来と申すは諸仏を申すなり、所依はゆえという言葉なり、皇出汚染というは仏の世に入れたもうと申すなり、欲はおぼしめすと申すなり、情は救うという、群毛はよろずの衆生という、絵は恵むと申す、真実知りと申すは弥陀の誓願を申すなり、しかれば諸仏の世々にいでたもうゆえは弥陀の願力を解きてよろずの衆生を恵み救わんとおぼしめすを本願とせんとしたもうがゆえに、真実知りとは申すなり、しかればこれを諸仏出世の直接と申すなり、およそ8万四千の法門は皆これ浄土の方便の善なり、これを陽門という、これを家門と名付けたり、この陽門家門というはすなわち無量寿仏勧行一部に解きたまえる上善三善これなり、上善は十三願なり、三善は三福九門の所善なり、これ皆浄土方便の陽門なり、これを家門とも言う。この陽門、家門より、もろもろの衆生を進めこしらえて、本願一条、遠入無下、真実功徳大法会に教え進め入れたもうがゆえに、よろずの自力の前後おば、方便の門とは申すなり。今一条と申すは本願なり。遠入と申すはよろずの功徳前後満ち満ちて隠ることなし自在なる心なり、無下と申すは煩悩悪号に遮えられず破られぬを言うなり、真実功徳と申すは名号なり、一日真如の妙理円満せるがゆえに大崩壊に例えたもうなり、一日真如と申すは無常大涅槃なり、涅槃すなわち発祥なり、発祥すなわち如来なり、崩壊と申すはよろずの衆生を嫌わず触りなく隔てず導きたもうを、大海の水に隔てなきことをたとえ、ことに隔てなきにたとえたまえるなり、この一如崩壊より形を表して法蔵菩薩と名乗りたまいて、無下の誓いを起こしたもうを種として阿弥陀仏となりたもうがゆえに法人如来と申すなり、これを人十法無下光仏と名付け立て祀れるなり、この如来を名も不可思議光仏とも申すなり、この如来を方便発心とは申すなり、方便と申すは形を表し皆を示して衆生に知らしめたもを申すなり、すなわち阿弥陀仏なり、この如来は光明なり、光明は知恵なり、知恵は光の形なり、知恵また形なければ不可思議光仏と申すなり、この如来十方未尽世界に満ち満ちたまえるがゆえに無変光仏と申す、しかれば世親菩薩は人十方無下光如来と名付けたて祭りたまえりと、ナマンダブツナマンダブツナマンダブツ、駆け足先生の一年多年門院というご本を読ませていただくという形で、一年多年門院に表されました、親鸞上人のご法義について学ばせていただいております。で、今日長々とご三代として拝読をいたしましたのは、その一年多年門院の中の、大教法規所の門医の全体でございます。で、その中、架橋先生の一年多年門医降参というご本では第6番目のトピックとしまして、最後たらへんですが、十字明号と八字明号のところですね、人十方無下光如来、南無不可思議光仏、あるいは南無不可思議光如来というね、十字明号で言います、奇妙人十方無下光如来、八字明号南無不可思議光仏で、九字明号南無不可思議光如来といった、こういったお明号のお言われについての、ご指南、その部分を昨日から読み始めております。で、昨日はですね、人十方無下光如来というお言葉のお言われであったり、
から不可侵行如来あるいは不可侵行仏という、お言葉のお由来であったり、そういったことについて、架橋先生から学のご本から学ばせていただきました。で今回はですね、光明と寿命との関わりについてのところであります。奇妙寿命無量寿如来南無不可侵行というふうに言われます通り、光と仏、命の極みなき阿弥陀仏を拝まないのでね、阿弥陀仏っていう、ね、仏さんはこれ無量の命、阿弥陀アーユスから無量の光、阿弥陀アーバの仏さんですけども、ほな寿命の方はどうなるんでしょうねというね、無量はね、無量光の方の人十法無下光であったり、なお不可侵光というようなところについては昨日ねねこうも学ばせてもらいましたし、で御三代長すぎるとあんまり覚えてられないかもしれませんが、ここでもやっぱり光の三段はありますが、寿命の三段、命の三段はありませんから、この光と命の極みなき、命と光というところの関わりについて、のところ、架橋先生のご指南を受けていきたいと思います。読んでいきます。一年多年門院興さんの369ページです。ところで十字明号にせよ八字九字明号にせよ、いずれも光明の時か徳から立った明号であった。それはこの如来は光明であると言われる聖人の阿弥陀仏観が背景にあったからであろう、ね、この如来は光明であるとというところに鍵括弧をされていますね。如来は光明であると、そんなふうに親鸞聖人はご覧になっていた、ね、もともとしかし元をたどっていったら、もともと阿弥陀仏とは無量光阿弥陀アーバっていいます。で無量寿阿弥陀アーユスって言います。まあもちろんアーが連なってるから発音したら阿弥陀アーバになりますし、無量寿やった阿弥陀アーユスっていうことになりますけども、まあ、阿弥陀っていう無量ということと光明がアーバですし、で無量寿って言った時は阿弥陀無量のアーユス命ということになりますんで、まあどちらにしても、阿弥陀アーバ阿弥陀アーユス、無量光無量寿の功徳を完成し、その徳をもって本願に応じて一切の衆生を救いたもう仏さんが、その方が無量寿仏であるということであります。光と命の極みなき阿弥陀仏ということですね。これがもともとの意味ですよと、ね、で、それにつきまして法然上人の場合は、法然上人はこの、無量寿と無量光の関係につきまして、法然上人は例えば三部経大義、には、光明無量の徳を王に横にですね、一切諸情を広く摂取せんがためとし、で、寿命無量の徳を寿に縦に十方世界を久しく利益せんがためであると言われていった。つまり、法然上人の三部経者三部経大義やったら、こう光明無量の徳やったら、これ、全世界をくまなく照らすということですね。そうこう全世界をくまなく照らすんで、こう横向きですね。でそして、寿命無量の徳は寿に縦に十方世界を久しくいうことが、久しくいうことは、これは、時間的に無限ということです。無量光明の方は空間的に無量、そして寿命の方は時間的に無量、ね、空間的にも時間的にも三世を貫き通してっていうのは、これ寿命の方にかかってきますし、十方世界を照らすっていう時はこれ光明にかかってくるということですね。
そんなふうにして時間と空間を光明と無量、寿命というふうにこう分けて、そんなふうに説いてくださってるということですよね。で続きまして、西方指南書書集の法然上人御説法のことっていうのはね、ここでは、ここに知りぬ名号のうちに光明と寿命との二つの義を備えたりということを、ね、南蛮陀仏の中に、光明と寿命の二つの義を備えている、かの仏の功徳のうちには寿命を本とし光明を優れたりとするゆえなりと、寿命を本体とし、ね、こう寿命を体とし物柄とし、そして光明をその働きとする寿体、無量の命を本体とし、そして光明が働くという立場から体相有という言い方がね、こういつも言われるわけですね。こう無量の命を本体とし、その無量の命から無量の働きが現れてくるというような立場で、寿体光有、無量の命を体とし無量の光を働きとするという立場から、光明寿命の徳を算段されるが、その寿命の徳を述べる中に、西方指南書ではその物柄としての寿命の徳を述べる中に、すべての仏の功徳を論ずるに、能寺、生寺の二つの義あり、ね、よく保つもの、保つ主体ですよね。でこれと生寺、保たれるものの二つの意味がある。仏の功徳を論ずるのに、それを保つものと保たれるものの二つの意味があると、寿命をもって能寺といい、功徳をずっとずっと保持している、それが寿命であり、で寺与の自分と自分以外の諸々の功徳をばことごとく所持というなり、自分と自分以外のすべての功徳をことごとくすべて、いやもう一回ことごとくという字を重ねて、そして、保たれるものというなりと。で寿命はよく諸々の功徳を保つ。で一切の満徳、一切のよろずの徳、皆ことごとく寿命に保たるるがゆえなり、これは当座の同士が私の義なり、当座の同士が私の義なり、私の義なり、すなわちかの仏の総合光明説法立正等の、立正というのは主情を利益するから立正ね、立正等の一切功徳および国土の一切将軍等の諸々の家楽、快楽で書いて家楽のことら、ただかの仏の命の長く増しますゆえのことなり、もし命なくは彼らの将軍功徳と何によりてかとどまるべき、しからば四十八願のうちにも寿命無量の願に寺与の諸願諸願をば収めたるなりと言い、法然上人自身は光明よりも寿命のを主とするような如来観を持っておられたことを示されていったと、ね、いろんな働きや姿があるよと、ね、かの仏の総合光明説法理性等の一切功徳及び国土の一切将軍等の諸々の家楽のことがあら、だから、仏さんのお姿、仏さんの光明、仏様がお説法してくれはる、立正仏さんが主情利益するというような一切の、優れた功徳ですね、人を救う働き、それから国土の浄土という、お浄土のですね、優れた素晴らしい景観姿、
こういったものはですね、ただ仏の命の長く増しますゆえのことなり言うてね、僕らでも考えてみたらね、今ちょうどプロ野球のね、オリックスブルーウェーブじゃないか、失礼、何言ってんね、オリックスバファローズがね、日本一になって、うわーって思ってるんですけどね、そうやけど、こう吉田正尚選手が大リーグ行くんかな、言うて、そういうこう宣言みたいなことされましたね。吉田正尚選手、最初からそのつもりで日本のプロ野球に張ってかはったと思うんですけど、ずっと追ってくれる人やないからね、吉田正尚選手がオリックスに契約してはる間だけ、彼が出てきてくれて、打つ、打たないに関わらんと、みんな嫌がって申告敬遠で、一塁ただであげるっていうのはね、そういう働きを持ってるのは、オリックス・バファローズにいる時だけのことなんで。また大リーグ行って活躍してくれたらええなと思いますけども、ここからここまでの期間だけの吉田選手の働きですよっていうことですから、そんな時にですね、ここ賞味期限切れてしまったら、あるいは移籍してしまったら、契約が切れてしまったら、で吉田正尚選手の働きが消えてなくなるということになりますんで、そしたらどんな素晴らしいことがあっても、こうね、仏さんが、の命が有限であったならば、その素晴らしい働きっていうのも、あるいは浄土の、仏さんが建立されたお浄土も、契約期間切れてしまうとは消えてなくなるっていうようなものではないんで、そういったことでは、こういけないんで、だから、永遠の命ということが、仏さんのご本体ですよ、そこから働きが出てくるんですよということですね。ね、だから吉田正尚選手がオリックスにいる間だけ、その時に、活躍してくれていても、せやけどそこにいてくれたら、おのずとそこに、プロ野球選手としての吉田選手の働きがそこにあるんだけれども、大リーグ行ってしもたらそれで消えてなくなるわけやから、そしたら今度またより、永遠性の高いような形で、4年契約とか5年契約とかような形で、他の球団から FA で出てきてる選手を連れてきて、その時に条件出す時に長いこと契約しますよっていうふうな形で、より永遠性を高めるような形で契約をしていかれるっていうことですけれども、それ考えてみたら、そこにその人がいてくれるから働きがあるんで、そしたらいてくれるその無料の命が本体になって、そこから無料の命があるから、そこに無料の働き、時間的に無料の働きが出てくるんやから、だから、寿命が仏さんの本体ですよ、無量寿と言われるような仏さんを本体とするんやっていうふうに法然上人はお考えになったっていうことです。けれどもということですね。しかし親鸞聖人は、寿命の徳よりも むしろ光明の徳に重点を置いて、阿弥陀仏の働きを表していかれるという傾向がありました。ね、だから今今日の御三段とかなんかでも、寿命の寿の字もうおっしゃっていなくて、光の三段、ね、光明は知恵、光明は知恵なりとかね、あるいは光仏とか光の仏というふうに表現されるとき、ここは出てきませんけど、そんなふうに表現されることもあり、やっぱり仏さんって光明なんやって、仏さん知恵なんやってね、そこをやっぱり重点に置いていかれることはこう明らかですよね。奇妙人事法無碍光如来という十字明号にせよ、なも不可思議光仏、あるいは南無不可思議光如来という8字明号ないし9字明号にせよ、いずれも光明の徳を表している、光明の徳を算段されてます。神仏度文類では、これは注釈版337ページでは、神仏神度は第12願、光明無量の徳と第13願、寿命無量の願という、失礼、12願は光明無量の願、第13願は寿命無量の願という、大悲の誓願に修法して報い現れて成就されたと言いながら、仏はすなわちこれ不可思議光如来なり、度はまたこれ無量光明度なりと言われていますね。
神仏度観の冒頭のとこ見ていただくと、そうなってます。仏さん、不可侵光如来であり、道は無量光明度、仏度は無量光明度だよっておっしゃってるわけですから、仏心も浄土も、仏心も仏度も、仏も浄土も光明で表されています。ここに親鸞聖人の如来浄土観の特色があったと言えましょう。光明とは知恵の徳を表しております。光明とは何かというと光、視覚的な光というよりかは知恵の徳を表しています。知恵の徳を表彰するのに光明という言葉を用いると。光明は知恵の層なりと言われるように、古毛分別の闇を破って万物一如の領域を悟り極められた如来の知恵の徳を表す言葉でありましたね。光が闇を破るように、知恵が私たちの、貪欲心理愚痴を代表とする煩悩を破る、そういう、闇を破る光の働き、煩悩を破る知恵の働きを光明で、例え表すわけです。同時に光明が闇を破って人々に真実を知らせていくように、掛橋先生のことお言葉ですと、同時に光明が闇を破って人々に真実を知らせていくように、如来の知恵は迷える衆生の、無明の闇を破って真実の何たるかを知らせ、往生成仏の志願を満たしていくという救済の働きを表すのにも適切であったからでありましょう、ね。光明が闇を破って、光明が闇を破って、人々に真実を知らせていくように、これが、光明がね、知恵をに、知恵のメタファーになっているのは、これ一つには光明が闇を破って人々に真実を知らせていく、ちょうどそのように如来の知恵は迷える衆生の無明の闇を破って真実の何たるかを知らせ、往生成仏の志願を満たしていくという救済の働きを表すのに適切だった。だから光を知恵のメタファーとされたんだろう。しかも知恵が迷える人々を救っていくことが誠の慈悲であるから、迷う人を救っていくということが温かい心とかね、慈悲って何っていう、慈悲って何よって、それは慈悲というのは知恵が迷える人々を救っていく、それが慈悲ということなんや。人々を救うて、具体的にはもっと言ったら迷っていることを知らせて、迷いでない方向、つまり悟りに、向かう方角を知らせ、方角を示し、方法を示して、そして、みんなを悟りに導き、そして悟らせる、その心が、それを心理的なところで言ったら、これが慈悲だし、でその慈悲の具体的な表れが、活動がこれ方便ということですよね。だから人を、言った偽りへつらわぬを信と言い、そして必ずものの身となるということが実ということだけれども、その知恵によって人々を導き悟らせるという、そういうお心が慈悲であるから、光明をまた時効とも言い、ね、これ時効というのは、これは親鸞聖人哀れむ光というふうに御作をなさっていまして、でその哀れむという言葉は、教えるということですよ、教え導くという意味ですよということを私何回も言っておりますけれども、時効というのは教え導く光であります。慈悲の働き、教え導く働きを光明で表すこともありました。で知恵の働きと、知恵のメタファーであり、かつ、知恵によって人を悟らせるという慈悲の働きを光明で表す、時効をはるかにかむらしめと言われるように、あるいは時効は、世界を照耀しというふうに、そんなふうにして慈悲の働きを光明で表すこともありました。
で、こうして光明は如来の自利利他の、知恵を獲得し、そして人々を悟らせる、光明は、知恵と慈悲の自利利他の徳を極め尽くして動的、極めて動的に表すことができたから、光明というメタファーは如来の自利利他の徳を極めて動的に表すことができたから、光明をもって仏徳を表していかれたのであろう。ことに阿弥陀仏の妙義として、光明の働きである摂取不捨を強調されたことを見ても、光明をもって阿弥陀仏を了解 阿弥陀仏を了解するということが親鸞聖人の真にふさわしかったのではなかろうか。親鸞聖人の真いうのは、これはご信心の真ということですよ。光明をもって阿弥陀仏を了解する、光明をもって阿弥陀仏を了解するということが親鸞聖人のご信心であった、真にふさわしかったからではないやろうか、人々を悟らせる働き、仏さんとは救済の働きのことですよと親鸞聖人は了解しておいでになった。その了解ということを真と言い換えてもいいでしょう。これが、親鸞聖人のご了解であった。仏さんというのは光ですよと、ここには出てこないけど、光仏ってね、光の仏、無月光仏言うて言うね、あるいは不可思議光仏っていうのはね、そういう言うけど、だから普通やったら無月光仏であるはずですね。無月光と言われるような仏さんである、不可思議光と言われるような仏さんっていうふうに、そんなふうに言葉が切れていくと思いますが、親鸞聖人はそうでなくて、無月光仏とかね、不可思議光仏とか言ってね、ラーメンが好きやから光仏というのではないですよ。音は一緒ですけどね。そう、光の仏、仏さんって光なんや。じゃあ光って何やって言ったら、自利利他の徳を完全に備えている、自ら完全に悟っていかれて、そして完全な悟りに人々を導く、つまり人を悟らせる働きが、人を仏にする働きが光明であり、その光明が仏さんなんやっていうわけです。そこに親鸞聖人の特色があり、親鸞聖人がのご了解があったということを、掛橋先生は教えてくださいました。まあ、今日これぐらいにしておきます。